メイ・ジェミソンはアメリカ合衆国の医師、アメリカ航空宇宙局の宇宙飛行士である。1992年9月12日にスペースシャトル・エンデバーで初めて宇宙を訪れ宇宙飛行を行った初めてのアフリカ系アメリカ人女性となった。メイ・キャロル・ジェミソンはアラバマ州リケーターで父チャーリー・ジェミソン、母ドロシー・グリーンの抜子として生まれた。父は チャリティー組織の保全監督者で母はイリノイ州シカゴのベートーベン小学校で英語と数学を教えていた教師であった。ジェミソンが3歳の時に家族はより良い教育環境を求めてシカゴに転居した。ジェミソンはシカゴで育った少女時代はいつも宇宙に行くことを想像していた。当時は今頃はもうあなた方が仕事に行っているように 私たちは宇宙に行っているはずだと考えていたと語っている。また、宇宙飛行士に応募することは、トウモロコシ畑で ET が自分を拾ってくれるのを待つよりも簡単だったと述べている。成長するに従い、ジェミソンは自然を学んで科学に興味を持った。少しゾッとするけど、私は脳に魅了されていたとジェミソンは語っている。子供の頃、親指にトゲが刺さった時には、 ジェミソンの母はそれを使って実験を教えた。誰も彼女の科学を止めることはできなかった。幼稚園の頃、先生が大人になったら何になりたいか尋ねた時、私は科学者になりたいと答えた。彼女は看護師じゃないのと聞いた。看護師になるのに悪い点は何もないけど、私がなりたいものではなかったと語っている。ジェミソンは、 マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの影響を受けたと語っているが、彼女にとって、キングの夢は実現性のないファンタジーではなく、行動のきっかけであった。彼女は、あまりにも多くの人が彼のことを、サンタのように笑顔で無害な人として考えているが、私は、マーティン・ルーサー・キング・ジュニアの態度、大胆さ、勇敢さを評価していると語っている。ジェミソンは、市民権運動は、結局、 人類の可能性の障壁を打ち破る運動であったと考えている。夢を実現させる最良の方法は起きることだとジェミソンは述べている。ジェミソンは成長するにつれて科学を愛するようになったが同時に芸術も愛していた。彼女は9歳の時からダンスを始めた。私はダンスが大好き。アフリカンダンスからバレエ、ジャズダンス、モダンダンス、日本舞踊に至るまで、 すべての種類のダンスを習った。プロのダンサーになりたいと思っていたとジェミソンは語っている。高校時代、彼女はウエストサイド物語の主役、マリアのオーディションを受けた。役を得ることはできなかったが、ダンスの才能が認められ、バックダンサーとして出演を果たした。私は歌は苦手だったが、ダンスや演技は十分上手にできた。人々は時に、 自分自身に制限をかけ、そのために夢を実現する機会を奪われている。私としては、私は科学を愛していたし、芸術も愛していたと語っている。私には、劇場がこの情熱の吐け口に見えた。それで私はこの夢を追い続けることを決めた。大学の最終学年で、彼女はニューヨークの医学校に行くかプロのダンサーになるかの決断を迫られた。 彼女の母は医者になってもダンスはできるけど、ダンサーになったら医療行為はできないと彼女にアドバイスした。ジェミソンは1973年にシカゴのモルガンパーク高校を卒業し、16歳でスタンフォード大学に入学した。私はウブで頑固だったので、気遅れすることはなかったが、最近になって16歳はかなり若く、私が家を遠く離れられると両親が信頼できる。 ためには多くの問題があったことに気づいたと語っている。ジェミソンはスタンフォード大学を1977年に卒業し科学工学の学士号を得たがアメリカ合衆国では人種が常に問題になるため黒人女性が工学を専攻するのはかなり難しかったと語っている。私がまるでそこにいないかのように振る舞う教授もいた。 私が質問をすると、今まで聞いた中で最も愚かな質問であるかのように、扱う教授もいた。白人男性が同じ質問をすると、それはとても鋭い観察だとうということもあった。2008年のザ・デモワンヌ・レジスター氏のインタビューで、ジェミソンは16歳で、スタンフォード大学に通うのは難しかったが、若いゆえの存在さに助けられたと語っている。 ジェミソンは1981年にコーネル医科大学で医学博士号を受け、ロサンゼルス郡 USC 医療センターで研修を行い、後に一般開業医として勤務した。医学校時代、ジェミソンはキューバ、ケニア、タイを旅し、現地の人に一時医療を施した。またアルビン・エイリースクールにも通って、モダンダンスを習った。 ジェミソンは後に自宅にダンススタジオを建設し、モダンジャズやアフリカンダンスのショーを行っている。研修医を終えると、ジェミソンは1983年から1985年まで平和部隊に所属し、リベリアやシエラレオネで医師として、隊員の健康管理を担当した。ジェミソンは、薬局や研究所、医療スタッフの監督のほか、 健康管理マニュアルや安全ガイドラインの執筆も担当した。災害コントロールセンターで様々なワクチンの研究の補助も行った。ある時、隊員が病気にかかり、別の医師がマラリアと診断を下した。隊員の病状は進行し、ジェミソンはこれはシエラレオネでは治療できない、致死性の髄膜炎の合併症であることに気づいた。ジェミソンは8万ドルの費用をかけて、 ドイツの基地にある医療用の航空機を要求した。大使はジェミソンにそのような命令を出す権限があるのか質問したが、彼女は医療上の決定については誰の承認も必要としないと答えた。飛行機がジェミソンと患者を乗せてドイツに到着するまでに彼女は56時間にわたって患者を治療し、患者は一命を取り留めた。シエラ・レオネでの活動中、 彼女はそれから15年間を一緒に過ごすことになるスニーズとフレアスという名前の猫と出会った彼は銀と灰色の触覚を持った白い猫でいつも私のテーブルのところに座っていた最初に会った時にはご飯の上にスパイシーなソースとシチューをかけた地元の食事を食べていたと語っているジェミソンが宇宙ミッションの業務に着き始めてからは猫はシカゴで 彼女の両親と暮らしている。1995年に発行されたアゼルバイジャンの切手サリーライドの飛行後、ジェミソンは宇宙飛行士の門戸が女性に対しても開かれたと感じた。NASA で働きたいという考えは、スタートレックでウフーラを演じたアフリカ系アメリカ人の女優にシェル・ニコルズに触発されたものである。n a s a の最初の応募では通らなかったが、 1987年の2度目の応募で採用された。まだ興味はありますかと電話で聞かれ、はいと答えましたと彼女は語っている。宇宙飛行前までの彼女に割り当てられた仕事には、ケネディ宇宙センターでの打ち上げの補助や、シャトルアビオニクス統合施設でのシャトル用のソフトウェアの検査等があった。私は1986年のチャレンジャー号爆発事故の後、 最初に採用された宇宙飛行士であり、実際にチャレンジャー号爆発事故後、最初の打ち上げに携わったと語っている。ジェミソンは1992年9月12日から20日にかけて STS-47 でミッションスペシャリストとして自身唯一の宇宙飛行を行った。宇宙で最初に見たものは故郷のシカゴだった。 私は窓の少ないミッドデッキで働いていて、シカゴ上空を通過した時には、船長が私をフライトデッキに呼んでくれた。小さな頃からいつも宇宙を訪れることを想像していたので、これは素晴らしい瞬間だったとジェミソンは語っている。ジェミソンはダンスを愛しており、またその独創性に敬意を表するために、ジェミソンはアルビン・エイリー。 アメリカンダンスカンパニーのポスターを宇宙に持っていった。彼女は多くの人はダンスと科学の間の関係を見出さないが、私はその両方が人々が互いに共有すべき境界のない独創性の現れであると考えていると語っている。さらに宇宙はすべての国に属することを象徴するために、西アフリカの国々のいくつかの小さな芸術品も持参した。また、 アフリカ系アメリカ人女性で最初に飛行機で空を飛んだベシー・コールバンの電気を書いたドリス・エル・リッチによるとジェミソンはコールバンの写真も持って行ったということである。STS-47 はアメリカ合衆国と日本の共同ミッションで日本とアメリカの提案する44の生物学や材料学の実験が行われた。ジェミソンは190時間と30分23秒を 宇宙で過ごした。ジェミソンは1993年3月に NASA を退職した。私は社会科学がどのように技術と関連するのかに非常に興味を持ち NASA を辞めたとジェミソンは語っている。人々はいつも技術をその中にシリコンが入っている何かと考えている。だけど鉛筆も技術だしあらゆる言語も技術である。技術は 私たちが特定の仕事を遂行するためのツールで発展途上国に適切な技術を語るときには適切とは日から太陽電池までのすべてを意味すると語っている。NASA からの退職は有効的なものであったが彼女の退職も NASA にとって嬉しいことではなかった。NASA は彼女の訓練に多額の費用をかけ、また彼女は 有色人種の女性というニッチを埋めるものだったと NASA の訓練マネージャーであるホーマー・ヒッカムは語っている。2008年10月16日のザ・デモワンヌ・レジスター氏のインタビューで彼女は宇宙に行った最初の黒人女性になれるということが動機ではなく自分の前に2000人が宇宙に行っていても全然気にしなかったと語っている。1993年、ジェミソンは 日用品の科学技術を研究開発する自身の会社ジェミソングループを起こした。また同じ1993年には新スタートレックにも出演した。レバー・バートンが友人からジェミソンがスタートレックの大ファンであることを聞き、もし興味があるならばと打診したところ、快革を得たものだった。ジェミソンはシーズン6のエピソードセカンドチャンセズでパーマー注意を演じ、 スタートレックに出演した初めての実在の宇宙飛行士となった。この時には撮影現場を訪れたニシェル・ニコルズと談笑する写真が撮影されている。1994年、ジェミソンは母親の名前をとってドロシー・ジェミソン基金を設立した。両親は常に質問をする、自分が知っている最良の科学者だったと語っている。基金の活動には、 12歳から16歳の生徒が地球には何人まで住むことができるか、等の地球規模の問題に取り組む国際的な科学キャンプザ、アース・ウィー・シェア等がある。4週間の合宿プログラムで生徒たちは実験カリキュラムを通じ、問題解決能力を養うことができる。キャンプはこれまで、ダートマス大学、コロラド工業大学、チョートローズマリーホール等、 全米各地で開催されている。チャズのプログラムは南アフリカ共和国やチュニジア等でも導入されている。1999年、チャズはスイスで開催されたツエルマットクリエイティビティリーダーシップシンポジウムとして成人向けにも拡大された。1996年春、ジェミソンは交通違反取締りでのテキサス州警察の無礼な行為に抗議し、 結果的に逮捕された。彼女は、ナッソーベイの警官ヘンリー・ヒューズに U ターン違反で、停止させられ、逮捕された。彼女の言い分では、警官は彼女を肉体的、精神的に不適切に取り扱い、また弁護士によると、彼女は地面に引きずり出されて、手錠をはめられたということである。テレビのインタビューで、彼女はこの事件で当地の警察に対する感情が、 変わったと述べている。私は周りに警官がいると安全で心地よく感じるが、ナッソベではもはやそう感じられず、残念であるとも語っている。1999年、ジェミソンはバイセンションと社を設立し、不随意神経系を遠隔監視できる携帯デバイスの開発を開始した。バイセンションとコープ社は、疾患に関連する不安やストレスを取り除くため、 生体自己防御と自立療法により患者が自身の生理状態を監視、制御できるようにするためのオートジェニック、フィードバックトレーニング、エクササイズと呼ばれる NASA の技術のライセンスを受け、商用化のための研究開発を始めた。バイセンションとコープ社では、アフトを不安感、吐き気、肩頭痛、緊張性頭痛、慢性痛、高血圧、低血圧、 ストレス性疾患の治療に用いる研究をしているとジェミソンは語る。2006年、ジェミソンはヘンリー・ルイス・ゲイツが司会を務める公共放送サービスの番組アフリカン・アメリカン・ライブズに出演した。この番組では歴史研究と遺伝子の技術を用いて8人の著名なアフリカ系アメリカ人の家族のルーツを探るという内容であった。この番組によって 驚いたことに、ジェミソンの遺伝子には、西アジアの地が13%混じっていることが判明した。ジェミソンは、現在コーネル大学の教授であり、1995年から2002年までは、ダートマス大学で環境学の教授を務めていた。ジェミソンは常に科学教育の重要性を強く、説いており、科学に興味のあるマイノリティの生徒を引き受けている。彼女は、 科学技術を社会の重要な一部だと考えており、アフリカ系アメリカ人はその当初からアメリカ合衆国の科学技術に深く関わってきたと考えている。ジェミソンは2009年3月にワシントン DC の公立学校で行われた未来のある少女のためのフォーラムでファーストレディのミシェル・オバマと同席した。ありがとうございます。